川崎 ZZR 川崎 ZZR600 川崎 ZZR600 は川崎から製造販売された ZZR シリーズの大型自動二輪車である。ZZR600 は1990年に川崎から北米、欧州市場向けに発売された。同時期に日本国内で販売されていた ZZR400 と大半の部品が共通であり、 外観はほとんど同じである。ZZR400 と共通の車体でおよそ倍の馬力のエンジンを搭載しているため、ZZR400 とは乗り味が大幅に異なる仕上がりになっている。さらに欧米使用者であるため、スピードメーターは時速 280km まで目盛りがあり、最高速度は時速 240km にまで達する。 欧米で500から 700cc のミドルクラスのオートバイは街乗りから高速走行までできるモデルとして人気が高い一方、日本国内では大型自動二輪、普通自動二輪免許の排気量の区切りや、かつて存在した業界の自主規制から大型自動二輪免許取得者は 750cc 以上のオートバイを選択する傾向があり、ミドルクラスは 中途半端な排気量であるとして人気が低い。ZZR600 は、レーサーレプリカブームの最中に発売されたが、ZZR1100 を彷彿とさせる大柄な車体、丸みを帯びたスタイルは、スポーツ車には見えないが、ZZR600 は、同じ川崎のレプリカ ZXR750 よりも軽く、最高出力も引けを取らないため、 レプリカよりも軽いハイスピードツアラーという扱いを受けた。軽く、コンパクトな車体、高回転型エンジンという現代の 600SS に通じるコンセプトを1990年代にすでに体現していたとも言える。ZZR の外装は、空力特性に優れているため、高速走行時の安定性が非常に高いことに加え、ライダーの疲労の軽減や、 寒さ対策に大きく寄与することから、非常に高く評価されている。また、積載性能も装備が充実している。車体色は、e、EU 川崎を臨用したものです。車体色は二色車、体色車、体色車、体色車体色フレームの ZX600E-038001、ZX600 で -04500、車体色瓶。 ジャコスックス 600EEA057001 ジャコスックス 600EEA068000 社退職キャンディサンダーブルーギャラクシーシルバータイプにありがとうございます。